私考案しました。じっくりことこと時間かけてついに完成しました。飛躍を特別に紹介いたします。美の欲求イライラ暇つぶし使いどころはあなた次第。そこさえもピカイチ、これがまた全然苦くないんです。世間からいい感じに姿くらまして、とっとと透明人間になって誰かに少しだけいたずらしたい。透明人間になって君の嫌いな奴に意地悪するんだ。あなたのどこかに確かに潜んだ天使と悪魔が声荒げて、どっちの意見通すか必死に喧嘩混じりでやり合ってます。それではどうぞあなたのその手で世間の常識歯車狂わして、とっとと透明人間になって誰かに少しだけいたずらしたい。透明人間になって君の嫌いな奴に意地悪するんだ。気持ちで世界を変えよう、試さない手なんてないだろう。たかが一粒で人生変えよう、戻れる保証はないけど、どうせ普通に生きたところで平